はい、こんにちは。それじゃあ続きやっていきましょう。タイムリミット、なんだろう。床が硬い。僕は寝れない夜を過ごしていた。あれ？一緒のマットで寝てもいいんじゃなかったの？あまりにもいろんなことが起こりすぎて、頭が混乱していた。少し頭を整理しなくっちゃ。そうだ、まず簡単なことから。今は何回目の夜なんだっけ？こっちの世界に来てから2回目だよね、2回目。2回目。うん、そうだ。この夜が明けたら、ついに最後の一日がやってくるんだ。この世界にいられる時間は72時間だけだ。そうだ、もう時間がないんだ。そっか、なんだかんだ言ってもう半分以上過ぎてるのか。それでまだ謎って2つとかしか解決してないもんな。3つか2つか。決着は明日つけないといけない。考えを整理しなくっちゃ。そもそも僕は何をしに来たのだっけ？未来を変えるため。未来を変える。そうだ、僕はそのために来た。僕に本当に未来を見る力があるのなら、あの日見た夢が現実になるのなら、未来の命が危ないんだ。でも未来を変えるって一体どういうことなのか、最初は分からなかった。でも今なら少し分かる気がする。そう、多分僕は一つだけこの世界で未来を変えることができたような気がするんだ。お化け電車か。僕が変えることができた未来、それは列車事故を止めたんだよね。だからこのまま行くとなんか父の生死とかのぞみちゃんの結婚相手とかも変えそうになっちゃうけど。列車事故を止めた？そう、そうだ。僕の見たあの夢がもし起こるはずだった本来の未来なんだとしたら、あのお化け電車は大事故を起こしていたはずなんだ。あのおじさんの飲酒運転のせいで、そして電車に乗り合わせていたのぞみは、もしかすると、でもそうすると、未来で生まれてこなくなるけどな。もしそうなっていたら、のぞみが死んじゃったりしたら大変なことになっていた。だってのぞみは、結構可愛いから ちょ、選んでみていいかな。自分のお母さんが自分と同い年でいるんだけど、どうだろう？ちょっと。うん、そうなんだ。結構可愛い。あれで性格さえ。いや、何を言ってるんだ、僕は。そうだよね。母ちゃんだもんね。まあでも母さんは可愛いんだろうね、きっと。そう。信じられない話だけど、のぞみは僕のお母さんだった。だからもし彼女に何かがあったりしたら、未来で僕は生まれないことになってしまって、こんな時にひらめいてしまったから話したいんだけど、口裂け女って子供を探してたじゃん。それってもしかしてのぞみって、のぞみちゃんのお母さんなんじゃないの？のか？まあ、そうじゃない？ああ、頭が混乱する。なぜ床で、そして。いや、まだだ。もう少し頑張れ、僕。母さんだけじゃない。そう、父さんも、すでに見つけたんだ。それは、誰なんだっけ？間違えても別にゲームオーバーとかないからさ、あっこが父ちゃんだったとか。そう、あまりにも意外な
ってバカ違うだろいいな、まあ渡るくんだよね。渡る、そう、彼が時渡り学ぶ僕の父さんだ。だからつまり、渡るとのぞみは将来結婚する。嘘だ、だって全然そんな感じしないじゃん。大丈夫かな。にゃもにゃ。いやいや、ダメダメ、結婚してもらわないと困るんだ。だってそうしないと僕が生まれなくなっちゃう。あれ、でも待てよ、確かのぞみ言ってたよな、ミナトが好きって言ってたかな確かにちょっとそんな気もちょっと感じてるんだって。バカ、母さんだっつーのまあ明日引っ越すって言ってたよな。明日、そうだ、明日引っ越すって。嘘、じゃあつまりこういうこと。残りの七不思議を全部解いて、その上あの二人をくっつけないといけないってこと？あと一日で、でも未来が、だってのぞみちゃんは電車でもし亡くなったんだったら未来が繋がらんけどな。そもそも存在しない未来から来てる話になるんだけど。おはよう、もう朝だよ。わ、どうしたの、ミヤト、そんな硬いところで。のぞみがそっちで寝ろって言ってて。あれ、今日は一緒に寝てもいいって言ってたのに。あれ、今日は一人なの。うん、あっこもこてつも今日は家の手伝いで忙しいんだってさ。そっか。ねえ、わたる、のぞみのこと、どう思う？どうって。そりゃね、なんだか、大人っぽいよね。本当に結婚するのかな、この二人。ところでさ、みなと、こてつがさ、今夜、お風呂を調べさせてくれるってさ。本当に？今夜はみんな水性見物でお風呂なんか来ないから早めに閉めるんだってさ。なるほど。そっか。いよいよ今夜なんだっけ？なんとか水星、荒はばき水星だっけ？夜に銭湯で集合しよう。わかった。みなとはそれまでどうするの？別の七不思議を調べようかな。口裂け女か。怖そうだね。うん。しかも、のぞみちゃんを、なんか、捕まってはいけないみたいなさ、あったもんね。じゃあ、のぞみにも伝えておいてね。まだ寝てるみたいだし。そのことなんだけど。ん？いや、なんでもない。わかった。伝えとくよ。よろしくね。じゃあ、また後でね。聞いてた？伝えてくれなかったのね。あ、起きてたの？お別れのことみんなに伝えてって頼んだのに。自分でいいなってば。まあそれはそれで辛いんだろうな。どこ行くの？いいでしょ、どこでも。でも、みなと、あとでさ、プールに来てくれない？話したいことがあるんだ。何？話したいことって。あとでって言ったでしょ？わかったよ。いつ行けばいい？気の向いた時にいるから、その頃に来て。気の向いた時って、じゃあ土の子見に行ってからにするか？なんて勝手なんだ。テックション？ダメだ。この服、まだ乾いてないや。このままじゃ、風邪ひいちゃう。そうだ。別の家に行って、
お風呂に入ろう。でも、お金持ってないな。別に悪いかな。そうだよね。そんななんか毎回毎回こう、頼んでいいものなんかね。そいじゃあまあとりあえずお風呂行ってみるか。いよいよ今日か。すべてが、プールの開放日が、あれまだプール開放してないんだ。すべてが決するよ、今日。人がいない。千葉、ここ東京なんかな。お薬が欲しいの？お薬はいらねえんだけど。でも、ついに、今夜、あれこれ、親父じゃない？違うのか。さあ、着いたぞ。こてつ、いるかな？あ、もしかして。また未来が。これか。誰にも見られなかっただろうな。ひとまずはここに隠しておくとして。今夜にでも運び出さなくては。くそ、手が震えやがる。なんでこんなことに。あいつだ、あいつが悪いんだ。珍しく口答えなんかしやがって。女は黙って酒でもついでりゃいいんだ、くそ。まさかちょっと殴ったくらいで。死んじまうなんて。でもこれが本当に起こり得る未来だった場合さ。まあ、母に DV してるっつのも含めて、親父ゴミカスだな。あ、ただ、この夢、間違いない。これは本当に起きることなんだ。ほんと、クズだな。行くか。入ろう。だって、その、まあ、殺してしまったのは仕方なくはないんだけど、その後隠そうとしてるもんな。お、メド、どうした？集合は夜だぞ。うん。いたよ。実はさ、お風呂に入りたくて。おー、なんだ、そうか。うちの風呂気に入ったか？いらっしゃいませー。いや、それがさ、なんだ？どうした？金持ってないんだ。だから、わかってるってそんなこと。気にすんなよ。今度会った時に払ってくれよ。くしん。なんだお前。よく見たら濡れてるじゃないか。ちょっとプールに落ちてね。なんだよそれ。いいから早く入ってこいよ。いいやつだなお前。うん。ありがとう。待ってろ。服乾かしてやるから。乾燥機あるんだぜ、うち。いやもう、こてつ。バカとか無能とか言って申し訳ねえ。お前、いいやつだわ。ああ、いい湯だな。銭湯か、いいな。俺も行きてえな。平和だな。さっきの小鉄の様子じゃ、まだ何も起きてないみたいだ。ちょっと考えを整理してみようかな。さっき見た夢、あれは絶対に塞がなくちゃ。そうだね。まず、僕はどんな夢を見たんだっけ？あ、女湯の会だよね。そうだ。あれはきっと、七不思議の一つ。女湯の会の出来事なんだ。あの夢に出てきた男の人、一体何をしてたっけ？何かを隠していたね。そうだ。女湯に何かを隠していた。一体何を隠していたのか。それは信じたくないけど。エッチなもの。エッチなもの。気になるな。エッチなものか。エッチなものってなんだろう。確かに。その可能性はある。でも今は違うだろう。うん、そっか。冷静なツッコミありがとう。期待。そうだ。信じられない話だけど、あの人こう言ってた。まさか、ちょっと殴ったくらいで、死んじまうなんて。あの人きっと、うっかり誰かを殺してしまったんだ。ちょっと、嘘みたいな話だけど、七不思議ノートにも、女湯に死体があるって書いてあるしな。
そして僕の考えに、間違いがなければあの男の人はつまり、そうだよね、男湯に入れるのってこの人しかいないもんな。男湯じゃない、女湯。男の人が女湯にね。そう、信じたくはないんだけど、あの人は鉄の父さんなんじゃないんだろうか。前に渡るが言ってた。小鉄の父さんは酒に酔うとお母さんのことを殴るって。つまり、うっかり殺されてしまうのは。おーい、みやと。服、乾いたからな。大きな声だな。お前、男のくせに可愛いパンツ履いてるな。見ないで。ちょっと。こてつ。でも多分、俺の推理が正しければこてつもこの後死んじゃうんだよな、地震で。あー、生き返った。二人、亡くなるって聞いてるからな。なんだろう、この謎がちょっとずつ解けていっていくのがすごく心地いい。女湯でも今したいないもんな。くぅー、こてつ。あ、そっか、今は入っちゃダメなのか。ありがとう、すごく気持ちよかったよ。おう、みなと、今日はこれから夜までどうするんだ。酒女のことを調べるよ。そうか、怖いな、そりゃ。でも、口裂け女って一体何なんだろうね。やっぱ口が裂けてるのかな。え、お前まさか知らないのか、口裂け女。え、今の子って知らないの。え、こてつは知ってるの。なんとなく俺も知ってるよ。当たり前だろ、今日本中の小学生が震え上がってるんだぞ。知らない。はぁ、港ってなんだか浮世離れしてるよな。口裂け女ってのはな、大きなマスクをした怪しい女で、子供に声をかけてくるんだ。あたし、綺麗ってな。それで、返事を間違うな。持ってるハサミで。ぐさ。いや、あという噂だぞ。怖いやつじゃん。気をつけろよ。あ、そうだ。何さ。マーリさんに聞いてみろよ。なんだか交番に相談が多くて困ってるって言ってたぞ。今さっき入っていったから、まだ脱衣所にいるんじゃないか。あ、くしゃみが出た。マーリさんが？あ、今日は非番なんだって。風呂好きなんだよ、あの人。わかった。探してみるよ。おう。んじゃあ探してみるか。つってもどれがおまわりさんかわからんな。裸だと、誰がおまわりさんだかわかんない。仕方ない。探すか。まあ、俺の推理では、この人だと思うんだよ。違うか。この人か。あの、失礼ですが、香港に何か用かね。あ、この人、絶対おまわりさんだ。いかにも、香港おまわりさんですが、どうしたかな。あの、口裂け女のことを知りたくて。口裂け女。せっかくの非番なのに、またその話か。デマに決まってるだろうが、口裂け女なんて。すみません。そう言いたいところだが、近頃相談が多いんだよね。え、見た人がいるんですか？ああ、それかだな。怪しい風体の女が、子供を探し回ってる、と言うんだよ。うわあ、出会ったことある。そうだな、
ちょうど君くらいの年の子供を知らないかと聞いて回ってるらしい。え？そうなるとだな、無視するわけにもいかんのだ、おまわりさんとしては。何やら墓地の方で目撃が多いらしくてね、今度調べに行ってみるかな。墓地か。まあ何にしても今は風呂だ風呂、これしか楽しみないんだから。んじゃあ失礼するよ。昭和って確かになんかこう娯楽が少ないからお風呂とかも楽しみだったりするんだろうな、きっと。墓地行ってみるか。あ、まだ行く？いつか。うん、どうだった？話聞けたよ。どうも、お墓の方が怪しいみたいだから調べに行ってみるね。赤羽って、お前すごい度胸だな。え、そう言われたら怖くなってきた。おてつ、そういえば。ごめんね、お風呂。ただで借りてばっかりで。気にすんなって。子供は子供らしく行こうぜ。こいつ、いいやつだな。ありがとう。でもさ、ん？お母さん、大丈夫かな？前の時に気にしてたけど。あ、ごめん。みなと、わだるから何か聞いたな？父ちゃんと母ちゃんのこと。え？まあ、うん。本当の親父じゃないんだ、うちの父ちゃん。そうなの？だから、なんていうのかな、気を使うんだよ、母ちゃんは。俺を育ててくれた父ちゃんにさ。おいめって言うらしいぜ。おいめ。母ちゃんだって、少しはやり返せばいいんだよ。俺は嫌だな。そんな大人になるのは、ずっと子供のままがいいや。それであの願いに繋がったりするのか、お前らなんかもう、ねえ。プールかなんかで言ってたもんね。こてつは子供のままがいいやって。もし、大人にならなきゃダメなんだとしたら、俺は、強い大人になりたい。人の顔色を伺って生きるなんて、まっぴらだぜ。どうしよう、今がチャンスのような気がするぞ。今、何かを伝えれば、利益を防げる気がする。こてつ、のさ、そんなの強さじゃない、お母さんを大切、いやでも、お母さんをかな、お母さんを大切にしてあげたらどうかな。うん、うん、まあそうだな。お前はいいやつだな、みなと。褒められたけど、これじゃ弱い気がする。これじゃダメかも。じゃあこれかな。てつ、さ、それは違うと思うよ。何？そんなの強いって言わないよ。そんなのは、弱虫さ。なんだと？どういう意味だよ。決まってるだろ？本当に強い男なら。母さんを守ってやれよ。母さんを守ってやれよ。親父なんか、ぶん殴ってさ。でも、怖いんだよね、こてつくんもやっぱ。ごめん、言い過ぎたかも。いや。また、今夜な。あっこに会ったら、伝えといてくれないか。今夜のこと、まだ言ってないんだ。大丈夫かな、これで。あれでよかったのかな。ちょっと気まずくなっちゃったな。子
供は子供なりにやっぱこう悩みもあったりするんだろうなって思ったけど、これ子供じゃなくても悩むわな。なんつう父ちゃんなんだ。でもそういう老い目とかでさ、なんつうんだろう、こう気を使ったりしてると、そういうのでなんかこう、強く言ってしまったりするんだろうな、そんな気がなくても。先女だ。墓地で見た人が多いって話だったな。行ってみよう。行ってみるか。姉さん、2時間も待たせるなんてもう知らないわ。結構待たせてるね。これ聞いたな。これも聞いたな。この人は？こっちでは土地さえ買えば必ず儲かる。もう一つどうだい？時代わからんけど、確かに東京とかの土地は買っておくと、ドカンっていくだろうな、きっと。この当時の値段知らんけど。誰もいないや。まあ、だいたい誰もいないよね、お墓なんて。ちょっと調べてみるか。何か手がかりがあるかも。土の子も調べておこうよ、土の子。ついでにさ。これは？何か。土の子。女の子じゃなくて土の子は？あ、ダメ？まだ？まだか。ねえ、お父さん。お母さんはいつ帰ってくるの？え？あれ？ん？お前、この子のことは任せてくれよ。俺、仏教だけど頑張るからな。あれ？なんか、あれ？ここにさ、いた女の人ってさ、あの子たち、元気か調べないのいなかった。あれ、幽霊見た？あれ、お化け？ってこと？だよ。ねえ？え？なんか、ここに女の人がいてさ、あの人とあの子、元気で暮らしてるかしらみたいなこと言ってたけど、それを見て俺、あ、旦那さんとお子さんがお墓に入ってるんだみたいなこと言ったような気がするんだけど、え、やめようよ、そういうの。お化けじゃん。え、なにこれ。心霊写真押してた？お前、どこになんてもの置いてるんだよ。ちょ、見てみるか。お分かりいただけただろうか。駄菓子屋で売ってるやつ、赤丸がやたら多い。え、駄菓子屋でこんなの売ってたんだ。ん、じゃあ多分偽物。合成写真です。マジかよ。あ、なんか倒れてる人がいる。あ、誰かいるぞ。酒臭。バラエだな、この人。いい、誰だ、お前。誰、この人。あ、口先女か。え？違うか。よく見たら、口が裂けてねえや。そもそも女じゃないです。おじさん、口先女を見たんですか？なぜ知ってる？お前、何者だ？今、自分で言ったでしょ？そうか。見たぞ。見たぞ、俺は。でも酔っ払いだからな。あれは間違いなく口先女だ。どんな人でしたか？長くて黒い髪。夏だっていうのに白いコート。それに何よりも大きな白いマスク。白いマスク。俺、その、口先女が、流行った時代の人じゃないんだけど、こういう噂を聞いてさ、こう口先女のふりをしてやろうみたいな人もいたのかな、模倣犯みたいな。それから結構丁寧に整えられた爪、ほんのりと香る香水、そしてあれは気痩せするタイプ。俺の目はごまかさねえぞ。何を見てるんだ、おっちゃん。本当に見たんですか？見た。俺は一度見た女は絶対忘れねえ。女が好きだからな。そうなんだ。間違いないみたいだな。その人、いつ見たんですか？ついさっきだ。え？恐ろしくて、ここまで逃げて隠れてたんだ。そうですか。おじさん、ありがとうございました。
な人いたかな。でもいなかったけどな。黒くて長い髪で白マスクか。一応手がかりは見つかったけど。あれ？あれ？思い出した？もしかしてそれも。いたよね。あ、すいません。この辺りで女の子を見ませんでしたか？え？のぞみって人なんですけど。そう、のぞみちゃんね。実はね、私も今子供を探してるの。あ、やっぱこれそうじゃない？多分。あれ、まさかあの人。怖っ。でも子供の頃にこれあれってなったらゾゾってするよね。あれみたいな。怖っって。いや、そんなわけないよね。あ、そうだ、アッコに声のことを伝えなきゃ。そうだった、そうだった。アッコー。アッコちゃん、いるかな。いやー、どうなんだろう。俺は多分、のぞみの母ちゃんだと思うんだけど。あ、なんか、誰だ、お前。あ、お父さんか。すいません。何かな？アッコさんはいますか？どちら様かな？友達です。君、見ない顔だが、クラスメイトかね？いえ、そうじゃないんですが。あ。それならあまり娘に構わないでくれないかね？近頃、どうもおかしな仲間と何かやっている様子だが、もしかして君も？ちょっとお父さん、何の話をしてるの？別に何も言っとらん。友達かい、この子は。そうよ。そうか、ならいい。しかし、そろそろ友人も選びなさい。いつまでも子供じゃないんだぞ。やめてよ、そんな言い方。なんだろう、ここも何か訳ありなのかな。父ちゃんは父ちゃんなりに考えがあるとか、なんかそれと単純に嫌なやつなんかな。ごめんね、父さん変なこと言って。いいよ別に。お父さん厳しい人なんだね。厳しい？そんなんじゃないわよ。言いなりにしたいだけ。私の言うことなすこと全部気に入らないのよ。どうして？私ね、この神社の跡取りなの。本当は男の人がやるんだけど、私おりっ子だからさ。そっか。中学に行ったらね、もっと本格的に修行しなくっちゃいけないんだって。そうなんだ。高校なんか行かなくていいって信じられる？何時代の人なのかしら。そっか、嫌いなんだね、父さんのこと。大嫌いよ。私、早く大人になりたいの。あれ、それも聞いたよ。大人になってね、自由に行きたいの。そっか、言ってたもんね、全部自分で決められるから大人になりたいって。自分のことは自分で決めて、好きな服を着て、好きなところで暮らしたいんだ。そっか。でもね、でも最近思うんだ、は無理なのかもって。大人ってどうしてみんな勝手なんだろう。自分の都合だけ押し付けてさ。まあそうだね、心配とかもあるんじゃないのかな、わかんないけど。子供の気持ちなんてどうでもいいのかな。ねえ、みなたはどう思う？わかんないよ。急に聞かれても。ただ。僕のお母さんは多分、子供の頃からずっと、子供の頃からすごく自分勝手だったと思うよ。そうだね。
んでそう思うの？え、なんとなくさ。家でばっかりしてるね。変なの。ところで私に何か用だった？あ、そうだった。ね。今夜の約束のことを伝えた。わかった。あとさ、あっこ、口裂け女って知ってる？知ってるわよ、もちろん。あの喉にもあったわね。調べてるの？うん。私はもちろん、会ったことないけどさ。神社の縁の下に住んでるなんて噂もあるんだって。え？はは、びっくりした？ちょっとやめてよ。じゃ、そろそろ行くわね。また夜に会いましょうね。はい、ちょっと。覗いてみる？神社の縁の下ってここじゃないの？違うのかな？違うのかな？なんか裏手とかにない？あ、ないか。なさ、お、なんか、ある。あ、出た！月刊マー1号だ。これ全部揃ったかな？あ、いや、4がないな。オカルトファンの書士であれば当然知っているだろう。鏡町に伝わる UFO 伝説。今回から数回あたって最新の研究結果をお届けしよう。うわ、なんかうさんくさそうなの書いてる。力を引き出す。マジッククリスタル。まあ見た目は綺麗から2000円くらいだったらいいかもしんないね。ペンデュラムってやつじゃない？ペンデュラム。なんか、なんだっけあれって。振り子みたいなやつ。あ、おるる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 いる。え、なにそれ？めっちゃ普通にいるじゃん。今の。まさか。終わるのかよ、ここで。俺もなんかめちゃめちゃ探しに行く気満々だったって。というわけで、じゃあ今回この辺にしておきましょう。じゃあまた次回お会いしましょう。じゃあね、バイバイ。